チマルがいる。わかった。さあ、準備はいいかい？はい。やってやるってばよ。ここがオロチマルのアジト。この先どんな仕掛けがあるかわからない。今まで以上に慎重に行くよ。よし。Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Hier ist wieder Freitag am Start, das heißt, Naruto Ultimate Ninja Storm 2 ist am Start. So, und was haben wir jetzt hier? Haben wir jetzt hier irgendwelche Items, die wir mitnehmen können? Oh Gott, nee, ich hab das Spider-Man-Logo irgendwie mitten auf der... Oh Mann, nein. Geht mir ja gar nicht klar, denn ja, heute ist auch noch ein Spider-Man-Part auf dem Parkett gewesen, ne? Hab extra den Part vorverlegt. Ne? Und jetzt habe ich dieses scheiß Logo, weil ich wahrscheinlich den Monitor zu lange laufen lassen habe. Oh Mann. Muss ja nicht sein, ne? Aber cool, Spider-Man begleitet uns jetzt. Ich hoffe, das geht wieder weg. Sonst kotze ich im Strahl. Ihr könnt es zum Glück nicht sehen auf der Capture Card. So in der Aufnahme. Ja, heute geht's ran an Sasuke. Weil wir sind hinter Sai her. ここまで来ましたか。サイ、てめえ、なんでこの葉を裏切った。へえ、よく僕が裏切ったことを知ってましたね。そこまで感づいているのなら、僕の目的も大体わかっているのでは。まあね。今回の件は。君の独断ではない。他の主の思惑なんだ。そしてその主は第二の木の葉崩しを企んでいる。さすがですね。その通りです。僕たちは今の木の葉を潰し、その上で新しい木の葉を築く。サイ、あなたはそんなことに手を貸して何とも思わないの？別に。だってそれが僕の任務だしね。さて、話はこれくらいでいいでしょう。オロチマルの命により君たちをこの先へ進ませるわけにはいかない。この先にはサスケ君がいるからね。サスケ君が、この先にサスケへ続く道がある。サイ、お前がそれを邪魔するっつうんなら容赦しねえ。ちんたらしてられねえんだ。この先にあいつが待ってんならなおさらだ。こじ開けてやる。ナルト、ヤマト隊長とサクラちゃんは手を出さないでくれ。ここは俺がやる。待て、こっちは3人いるんだ。確実に進むなら協力して。ヤマト隊長、ここはナルトにやらせてください。きっとナルトは戦いを通してサイにいろいろ伝えたいんだと思います。しかし、お願いします。そんなに悠長になってやれないよ。劣勢だと思ったらすぐに割り込ませてもらう。ああ、行くぜ、サイ。Ach was, wir verlieren nicht. Nicht mit diesem OP, Naruto. So, lade mal schön, Ladebalken. Jetzt gibt's auf jeden Fall auf die Fresse. In den höchsten Tönen. Ja. Hat der jetzt nicht gemacht, der kleine Wichser. Wie kann man sich da porten? Mal so eine Frage.
Ich kann mich nie porten. Das ist so eine Kacksache. Kein Ernst gerade. Oh ja, das war wunderschön. Nix da mit Awakening, Kollege. Nix da mit Awakening. So, ich glaube, das gibt einen S-Rang. Jo, gibt auch einen S-Rang. So muss das.前の手合わせでは君はこれほど言っただろ。サスケへの道を邪魔するやつは容赦しないってな。俺はつながりを守るためならいくらでもあがいて見せるってばよ。そんなものが君の力になっているとでも言うのか。あとはサスケだ。無駄だと思うよ。 何？僕はここに連れられた時、サスケ君に会った。でも彼は君たちのことは何とも思ってないと言っていた。君はサスケ君のことを兄弟のように思っていると桜さんから聞いたけど、それなのに彼は、おやおや、あっけなく負けたもんだね。薬師兜。 でも裏切ったわけじゃなさそうだから許してあげるか。てめえ<笑>何を睨んでんだか。僕を睨んだところで何も解決しないよ。うるせえ。お前たちがサスケに目をつけなきゃあいつがこんなとこに来ることはなかった。やれ、それは責任転嫁ってやつだ。結局のところ彼はここに来ていた。イタチを倒す力を手に入れるために、 その身を闇に染めるために。僕たちはその、きっかけを与えたにすぎない。彼は自分で選んだのさ。まだそんなことも理解できないのか。君は昔から頭が悪いね。何だと。サスケを返せはないだろ。ナルト君ずれてるよそれ。 サスケ君は望んで我々のもとへ来たんだ。引きずりすぎだよ。男のくせに未練たらしいね。さて、くだらない話はこれくらいにして、そろそろサイを返してもらおうとするか。させるかよ。ナルト君、僕とやる気のようだけど。けどね、 さっきの戦闘で消耗した君がこの僕に勝てると思ってるのか。何寝ぼけたこと言ってんのよ。うん、あんたの相手はナルトじゃない、この私を。さくらちゃん、あんたは許さない。はあ、今さら君が出てきたところでどうにもならないよ。それは逆だ。 お前こそ、さくらと僕を相手に、どうにかなると思っているのか。ヤマト隊長。ここは二人で戦うよ、さくら。時間をかけると、他の邪魔も入りかねない。じゃあ、俺も。いや、ナルトは左右を見張っていてくれ。ここはさっき戦ってない、僕らの出番だ。でも、大丈夫。あんな奴に絶対負けないから。 あまり女性に手を挙げたくないが、聞き分けのない子なら仕方ない。少し痛い目を見てもらおうか。
Wie ihr gerade gesehen habt, ist jetzt Spider-Man betriebsbereit. Okay. No? Genau deswegen habe ich... Oh yeah. Das war ja geil. Nee. Ich kannte ihre Range nicht. Ich kämpfe selten mit Sakura, ne? Nur mal so am Rande. Au. Hallo. Nicht so viel Schaden. Das hat sicher weh. Ulti-Spam ist zwar nicht gerade die feine Englische, aber passt. Hauptsache S-Rang. Wunderbar. まさかここまでやるとは。これ以上俺たちの邪魔すんじゃねえ。邪魔ねえ。いやいや、君を見てると心底哀れに思えるよ。んだと？人は変わる。サスケ君はもう昔のサスケ君じゃないんだよ。夢や理想だけ追い求めてもどうにもならないことがある。 サスケ君には君の声は届かない。そして君の元へは戻らない。誰が何と言おうと、あいつは俺の友達だ。やっとできたつながりだ。俺はそれを守る。それだけだ。やはり君は頭が悪い。つながり？それが何だっていうんだ。そんなものあったって。 つながりがあれば必ず彼を連れ戻すことができる。そうなんだね、ナルト君。ああ。サイ、君は何を言っているんだ。ナルト君とサクラさんが必死にサスケ君を追うのは理由がある。サスケ君とのつながりを切るまいと繋ぎ止めておこうと必死になってる。僕にはそれが はっきりとは分からない。でも僕は二人が手繰り寄せようとしているつながりってのを確かめてみたい。サイ、だからこれ以上の邪魔はさせない。結局君もそっち側の人間だったか。何かと使えそうだと思ってたけど、どうやら思い違いだったようだね。まあいい。 どちらにせよ結果は見えている。せいぜいサスケ君に無駄な説得をやってみることだね。<笑>逃げたか。ナルト、さっきのカブトの言葉だけど、あいつが何言おうが俺たちのやることは変わらねえ。サスケを連れ戻す。<笑>それにしてもサイ、お前 なぜ僕がこの選択をしたのか本当はよくわからない。でも君たちといれば何かがわかる。そう思った。<笑>そっか。よし、ヤマト隊長、あとはサスケを連れ戻すだけだってばよ。ああ、それじゃ第7班行動再開だ。おい、はい。 Okay. Mission fortsetzen, kein Problem. Konosaki ni Sasuke-kun ga iru hazu da yo.
この先に。よし、行くってばよ、みんな。Okay, na dann. Einfach ab durch die Mitte oder so. Ja, den Ort kenne ich. Das da vorne sieht wie der tiefste Teil aus. Also dann gehen wir rein. Ja, sicher bin ich bereit. Warte nur, Sasuke. Oh, das wird geil. Sicher wird ein Bossfight. Naruto, sore ni Sakura ka. Sono koe wa? Yatto. Mitsuketa tte ba yo.サスケ！サスケ君、こんなところにまで一体何の用だ。お前を連れ戻しに来た。悪いが君に拒否権はない。無理やりにでも連れ戻させてもらう。カカシの姿が見えないと思ったら、そうか、お前がカカシの代わり、そしてお前が俺の穴埋めか。ナルト君たちと君の間にあるつながり。つながりか。相変わらず考えがぬるいな、お前。何？いくつものつながりは己を惑わせ、最も強い願い、大切な思いを誘惑する。俺にあるのは兄への憎しみというつながりだけだ。お前たちとのつながりは3年前のあの日に断ち切った。つながりを断ち切っただと？バカなこと言ってんじゃねえってばよ。お前がいくら否定してもな、俺はお前とのつながりを感じてる。ずっと切れずに3年前から今この時も俺とお前はつながってんだ。俺たちのつながりは、やっとできたお前とのつながりは、そう簡単に断ち切れるもんじゃねえ。そうか、なら仕方ないな。今度こそ完全に断ち切っておくか、ナルト君。ああ、こうなったら力ずくだってばよ。Ich glaube, das Band, was die meinen, ist das Band, was Hashiromo und keine Ahnung, sie haben ja die Ältesten da, der Brüder waren ja auch zerstritten, ne? Da vom Kaguya, die Söhne. Hashirama und wie auch immer. Oder Hashirama war ja, keine Ahnung, das ist zu lange her.Ich müsste den Anime wieder mal gucken. Gegen Mond, gegen alle negativen Status. Ich setze eh nichts auf Statuseffekte. Okay, was hatte ich da keinen Kratzer gefügt?Willst du mich verarschen, Kollege? Hier. So, nochmal. Komm her. Seit wann kann er das Udama Rasengan?
切るまで。しないぞ。Dass noch Nesrang gibt, man. Aber cooles Bild. Und auch mit der Einblendung im Kampf. Wow, gab noch ein S. Ungleiche Kräfte. Nice. Anga, Jarna. Da. Asobi wa koko made da. Ano yoyu. Aits. Honki ja nakatta no ka? お前たちはここで消えろ。その術はやめておきなさい、サスケ君。なぜ止める？何？この子たちには一人でも多く暁を始末しておいてもらおうと思ってね。他の暁に邪魔されると君の復讐もうまくいかなくなるでしょ。情けない理由だな。利用できるものは利用する。それで復讐の可能性が 1% でも上がれば儲けものだろ。さあそろそろ次のアジトに移動するわよ。待てってばよ、サスケ。ナルト君、さっきも言ったけど、もう君の声は届かないんだよ。サスケ。サスケ！残念だったわね、ナルト君。では。
また止められなかった。俺は弱え。君の言うつながりはこの程度のものだったんですか？ナルト君、君はさっきサスケ君にこう言ってたよね。いくら否定してもつながりを感じてる、ずっと切れずにつながってるって。そこまで強いつながりがこれでもう切れたって君は思ってるんですか？サイ、そんなことね。だったらまだ大丈夫だよね。え、まだサスケ君を連れ戻すことができる。それに今度は僕もいるし、二人より三人の方がいいよね。サイ、ありがとう。ここからだな。Ja, wie gesagt, das Band spürt er eher, weil die zwei eben das gleiche Blut praktisch in sich tragen. So wie Hashirama und Madara. Sasuke war damit attacker. Oder so, nee, so in etwa.任務は失敗のはずだが、こいつらの瞳と来たらどうだ。その瞳に力がある限り、お前たちは何事にもくじけず挑む。頼もしい奴らだ。いいだろう。ならばこれより先もお前たちは第7班として新たな任務についてもらう。次の任務に関しては追って連絡する。それまでは各自待機しておけ。わかりました。Ich eigentlich vorhin nichts mehr gesagt habe. Das Wiedersehen, Kapitel 2, fertig. Jo, nee, ich habe nichts gesagt mehr ab der zweiten Hälfte, weil ich euch natürlich vollkommen die Cutscene genießen lassen wollte, ohne Rauschen im Hintergrund, falls es welche gibt. No? No? Muss schon geil sein. Ah, Kutta!これからもずっとおごってもらえるってこと？おいおい、俺の財布も気にしてくれよ。さてと、それじゃあ俺はアカデミーに戻るとするか。お前は？これからさくらちゃんたちと待ち合わせだってばよ。また任務か。大変だな。頑張れよ。おっ！Ein Brief ist angekommen. Oh, anscheinend wurde eine weitere verfluchte Puppe gesichtet. Ich muss sie in die Liste eintragen. So, jetzt werde ich die Kopie besiegen und dann die Puppe einsammeln. Ah, das waren echt prima Nudeln. Okay. Und wo soll ich jetzt hin? Wir wissen, was im nächsten Part auf uns wartet. Also Samstag. Dann will ich noch ein bisschen Spider-Man spielen. ほら、この先でヤマト隊長が待ってる。さっさと行くわよ。へえ。
ナルト、サクラ。ん？どうした？あれ、呼び方が。あ、いや、この前本で読んだんだ。他人とすぐに打ち解ける方法とか。それで本には名前を呼び捨てにしたりすると親近感が出てすぐに仲良くなれるって書いてて、だからそのこれからは二人のことを呼び捨てで呼んでもいいか。お前でもそんなこと気にすんだな。別に改まって言うことないのに、気軽に呼んでくれていいのよ。そうそう、俺たちに遠慮なんて必要ねえってばよ。うん、ありがとう。よし、さくらちゃん、さい、さっさと大和隊長に話を聞きに行こうぜ。よう。あれ、かかし先生じゃねえか。体はもういいんですか？まお前たちのおかげで大きな休暇をもらえたしな。ばっ。それで、君が新しいメンバーのサイだっけ？よろしく。はい。カカシ先生、俺、先生に会ったら言いたいことあって。ん？どうしたのよ、急に真剣な顔して。あのさ、俺たち、前の任務で天地教に。その話か。だったらヤマトから全部聞いてるよ。今の力じゃサスケを連れ戻すことができねえ。サスケは強くなりすぎてる。ま、だったらそれ以上に強くなればいいだけだろ。え？ずっと考えてたんだよ、お前が強くなる方法を。で、とある修行法を思いついた。その修行をやれば、ナルト、お前はある意味では俺を超えるかもしれない。カカシ先生を超えるって一体どんなことやるんだってばよ。お前だけの最強忍術を作る。俺だけの最強忍術？そうだ。ま、今回呼び出しをかけたのもこの話がしたかったからなんだけど、やるか？へっ、今は何が何でも力をつけねえとならねえんだ。少しでも可能性があるってんなら俺はやってやるってばよ。いい返事だ。修行は演習場で行う。準備が整ったら来るように。さて、これからのことなんだが、実は僕も修行に付き合わなきゃいけなくてね。その間は私とサイの二人で任務をやっておけばいいんですね。分かってます。さすがだね、察しが良くて助かるよ。え、さくらちゃんってば大丈夫なの？二人だけって結構きついんじゃね？私たちは修行の手伝いできないからね。せめてこれくらいはさせてもらうわ。その代わり必ず修行は成功させんのよ。いいわね？も、おっす。それじゃ、僕たちは演習場に向かおうか。カカシ先輩が待ってるしね。おっす。 Okay. Gehen wir zum Platz. Also besser gesagt, ich gehe zum Platz. Ich verabschiede mich hier schon. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir treffen uns im nächsten Part beim Trainingsplatz. Und dann werden wir das Futon-Rasen Shuriken lernen. Wollte ich doch mal sagen. Ja. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Tödelö.